そもそも、なんで私はタイムマシンの研究なんかに没頭しているのかしら。論文は劣化版で、もしもクリス自身が書いたオリジナルが存在するとしたら、クリス、私、やっぱりあなたにはなれない。どうしたんだい、こんな夜中に。子供はもう寝る時間だよ。その言葉、そっくりそのままお返しします。違いない。私の部屋から明かりが見えたものですから、これどうぞ。これは驚いた。魔法がカフィをご馳走してくれるとは。私だってこのくらいの気は利きますよ。でも君はこういうのが嫌いだっただろう。あれは確か君がこの研究所に来た最初の日だったかな。メリーがみんなにモーニングカフィを配って回っていたら、君はそれを断ってこう言ったじゃないか。あなたはカフィを入れるためにここに勤務しているのですか。その時間があったら早く仕事を始めてはどうですとね。いやいや、すごい子が来たものだと驚かされたよ。そんな古い話、今さら持ち出さなくてもいいじゃないですか。頃はその天才少女とか言われてちょっといい気になってたというか、何もわからない子供だったんです。ちゃんと反省はしています。本
に教授は意地悪ですね。もう二度とコーヒーなんて持ってきませんから、そのつもりで。そうですよ、教授。あんまり先輩をいじめないであげてください。あら、クリス。はい、私です。ちょうど彼女のプログラムの検証中だったんだ。こんばんは、先輩。こんな時間までご苦労様。別に私は魔法をいじめてるわけじゃないよ。メアリーとの件だって私は魔法を好ましく思ったものさ。極めて合理的でクールで、しかも面白い子だとね。だから私の助手になってもらったわけだし、もちろん今の優しい君も嫌いじゃないけどね。ありがとう。いただくよ。プログラムの検証って何をしていたんです？ああ、今まとめている論文のあれだよ。アマデウスが嘘をつくメカニズムですか？その部分のプログラムが解析できると、人間が嘘をつく仕組みももっと詳しくわかるんだがね。女性の嘘は時に重大な秘密を含んでいます。それを暴こうというのは感心しません。何も君の嘘を暴こうって言うんじゃない。嘘をつく時の思考の過程を知りたいだけだよ。まあいいです。何か暴露する羽目になったら、まず真帆先輩が隠してる甘い秘密を喋ることにしますから。ちょっとおかしなことを言わないでちょうだい。っていうか甘い秘密って何？なんでしょうね。例えばゲームセンターで彼に取ってもらったぬいぐるみの件、私が気づいていないとでも？は？あれが何？ずっと先輩のベッドに置いてあるんですよね。何をバカなことを言っているの。あれはクリスのお母さんへのお土産よ。じゃあなんで先輩の部屋に？だってお母さんは新しい家をまだ探してるって言うし、それまでは仮のアパートメント住まいだし、引っ越しの時の荷物になったらあれかなと思って。本当ですか？本当よ。だいたいあのぬいぐるみは私にとってもクリスの大事な思い出なんですもの。抱いて寝るのがそんなにおかしい？やっぱり先輩のベッドにあるんですね、あれ。抱いて寝てるなんてとってもキュート。そのあたりもっと詳しく教えてください。
これはどうやらクリスの勝ちのようだね。勝ち負けとか関係ありません。もう私は寝ます。おやすみなさい。先輩、もう1週間も岡部と連絡取ってませんよ。忙しいからといって連絡をおろそかにしていると後で後悔しちゃいますからね。あのね、どうしてもあなたは私と岡部さんをくっつけたいの？たまには直接会ってみたいなって思ったりしませんか？思いません。そうか、残念だな。近々また共同研究で日本に呼ばれているんだ。その時ウィンター郎に連絡を取ってみようと思っているんだ。魔法も一緒に連れて行こうかどうか悩んでいたんだが、これはやめた方が良さそうだね。え？日本へまた行くんですか？うん。ぜひ私も連れて行ってください。おお、ついに素直になったんだね。では告白プランを考えましょう。あなたたちね。冗談はさておき、君を連れて行けるかどうかは微妙なところなんだ。というと？君は日本でいろいろな事件に巻き込まれたろう。脳科学研究所としてはそのことをかなり気にしていてね。そんな。クリスの件もあったし、優秀な人材をこれ以上危険な目に遭わせるわけにいけないというのがリジたちの考えなんだよ。私なら大丈夫です。現にこうして無事でいるじゃないですか。ほう、つまり魔法はそこまでして日本にいるリンタローに会いたいと。いい加減セクハラになりますよ。おう、それは勘弁してくれ。でも本気で交際を検討してみては？将来的には岡部もこっちに来る可能性があるんでしょ。だったら今のうちに唾をつけておくべきですって。おせっかいな親戚のおばさんみたいなことを言うのはやめなさい。魔法の考えは理解したよ。私からもリジに話をしてみよう。ただしだからといって日本に行けるという保証はできないからね。はい、ありがとうございます。私は結構本気なんですけどね。まだ言っているの？まったく。
このクリスにタイムマシンのことを相談してみたらどうだろう。それじゃあ教授、そろそろ部屋に戻って寝ます。あ、ちょっと待った。最近魔法の記憶データを全く更新していないだろう。あ、アムデウスの魔法のことだよ。日本に行く前に採取したデータが最後じゃないか。それはですね、日本ではいろいろと怖い体験をしましたし、アマデウスに悪い記憶を残すこともないかなと。気持ちはわかるが、このままだと比較実験ができない。今の君とアムデウスの魔法とではあまりにも記憶が食い違いすぎていて、別人と言ってもいいほどになってしまっている。はい、そうですね。このままだと君をこのプロジェクトから外して他の誰かに頼まなくてはならないかもしれないよ。それは。クリスばかり相手にしていないで、たまには自分も構ってあげなさい。きっと寂しがっている。明日必ず記憶の更新をしておくように。いいね。わかりました。なあ、アマデウスの研究には米軍が関与していたりはしないよな。でもやっぱり考えすぎよね。誰かそこにいるの？すみません、ヒヤジョー真帆です。リスキネン教授の研究室の。あら、真帆だったの。レイエス教授、
こんな時間にお仕事ですか？あなたも？ええ、まあ。お互いに仕事中毒だわね。アレクシスは？まだ自分のオフィスよね。はい、アマデウスの研究を。ほんとご執心ね。自分の娘と勘違いしてるんじゃないかしら。あの、こんな時間にレスキネン教授にお会いになるんですか？もし緊急でのミーティングなら私も。その必要はないわ。私の研究に少し問題があってね、至急彼の知恵を借りたいのよ。あなたがいても特に頼めることはないでしょうし。あ、気を悪くしないでね。でもありがとう。研究に問題って一体何だろう。いつまで泳がせておくつもり？貴重な情報源だ。下手に動いて破棄でもされたらもったいないだろう。いずれにせよ今月中に日本に立つ。そこで回収するつもりさ。なぜ半年近くも様子を見たのか、納得のいく説明ができるのかしら。彼らは我々が知っていること以上の何かを隠しているような気がしてね。そこでアマデウスを使って聞き出そうとしたんだが、かなり警戒心が強い慎重な青年だよ、リンターロ・オカベは。真帆にお得意の施術でもしてあげたら？彼女は何も知らないと思うがね。誰？教授。今の話は一体。やれやれ、聞いてしまったんだね。まあちょうどいい。魔法、さっきの日本行きの話だけどね、やはり君にも一緒に来てもらおう。